はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 介護福祉試験対策試験に出る重要国51ということでね、今日は特別編としてやっていきたいと思います。介護福祉試験対策試験に出る重要国51です。えー、本当にですね、あの、介護福祉、もう試験に出るものばかり重要ワード51個詰めてるんでね、えー、よく見て聞いて覚えてください。それでは行きましょう。1番です。中末期の患者の心理過程を否認、怒り、 取引、抑うつ、需要の5段階に分けて説明した人は誰でしょうかキューブラーロスさんですね。2番です。自発的な行動を行動後の報酬や罰などの条件付けで評価することを何というでしょうか、えー、うまくいったらおやつをあげるみたいなもんですね。こういったものを はい。オペラント条件付けと言います。道具的条件付けとも言いますね。えー、では、梅干しを見たら口に入れる前に無意識に唾液が出るといったことを何と言うでしょうか。レスポンデント条件付けと言います。古典的条件付けとも言います。3番です。2014年、平成26年に制定すです。 効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を通して、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律は何でしょうか医療介護総合確保推進法と言います。4番です。実際に起こった事故の詳細を記録したもので、 事故の再発防止に利用するものは何でしょうか事故報告書ですね。5番です。介護現場における記録の目的を4つ答えましょう。1つが生活の質の向上と適切なサービス提供ですね。それと、えー、介護福祉職のスーパービジョン。3つ目がリスクマネジメントですね。 そして最後4つ目が、介護福祉職の教育ですね。この4つがですね、えー、介護現場における記録の目的となります。6番です。視覚障害者に食卓上の料理の位置を説明する方法を何というでしょうか。ブロックポジション。 と言います。まあ、これですね。まあ、あの、アナログ時計ですねえ。上が12で、あの、右が3時で、あの、下が6、6時とかね。そういう時に、何時の方向に何々がありますよとか、まあ、ご飯はここに、この、この何時の位置にありますよとか、そういう説明の仕方ですね。クロックポジションと言います。7番です。教師高齢化、各家族化の進展、障害者の自立と社会参加の進展などにより、 社会福祉へのニーズの拡大、多様化に対応するために、これまでの社会福祉に関する基盤を大幅に見直した改革を何というでしょうか。えー、2000年、平成12年に実施ですね。この改革を、はいえー、社会福祉基礎構造改革と言います。8話です。国が提供する社会保険制度に加入している人が、 定の条件をを満たすこととででで受給給きる給付金を何といううしょうか社会保障給付金と言います。国の予算は2024年予算では137.8兆円となっています。かなりね、大きな予算となっています。9番です。言語機能障害の分類です。2つ答えましょう。 はい、一つが失語症ですね、えー。この失語症というのは大脳の言語中枢の障害です。えー、もう一つが高、えー、音障害と言います。発声や言語が不明瞭で言葉を正しく高音できなくなるといった障害ですね。失語症と高音障害です。10番です。生活課題を解決するために生活が持つ多面的な側面を考慮し利用可能な社会資源である保険、 医療、福祉などから適切なサービスを利用できるように調整を行うことを何と言うでしょうかケアマネジメントと言います。11番です。18歳から64歳で生じる認知症の総称です。働き盛りで家計を支えている世代でもある方のまあ認知症ですね。男性に多いのは何と言うでしょうか 若年性認知症と言います。12番です。すべての人々を孤独や孤立、排除から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の一員として包み、支え合うことを何と言うでしょうか。ソーシャルインクルージョンと言います。これ社会的包摂と日本語では言います。13番です。判断力が不十分なために、 不利益を被ることがないよう保護する制度を何と言うでしょうか青年貢献制度ですね、えー。この青年貢献制度は2000年平成12年の制定ですね、えー。これ高齢者がね、割とこう多いような、まあ、気がしますけれども、まあ、障害を持たれた方とかもね、かなりね、若い時からでもこう使える制度となっております。14番です。2015年1月に 認知病の人の意思が尊重され、見切る限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現することを目的に策定された計画は何でしょうか新オレンジプランですね。認知症施策推進総合戦略と言います。15番です。 障害がある人もない人と同じように社会生活を送る権利があるという考え方ですね。現在の社会福祉の基本理念となっているものは何でしょうかノーマライゼーションですね。えー、これはバンク・ミケルセンという方が提唱。これね、もう絶対に覚えておいてください。ノーマライゼーションはバンク・ミケルセンですね。16番です。不活発な生活や 慢性状態が続くことによって引き起こされる様々な心身の機能低下のことを何と言うでしょうか肺炎症候群と言います。17番です。高齢者が最後まで住み慣れた地域で暮らし続けられるように、利用者のニーズに応じて適切にサービスが提供されることを何と言うでしょうか地域包括ケア。 と言います。地域包括ケアシステムとも言いますね。18番です。67歳から69歳の方で、対象と認定された老人に対し、保険が適用された医療費の自己負担分を通常の3割から2割負担に軽減する制度を何と言うでしょうか。老人医療費助成制度と言います。19番です。 日本の医療保障制度の種類を答えましょう。三つです。一つが、費用者保険ですね。まあ、いわゆるサラリーマンとかですね。会社員のことですね。健康保険や共済制度というのがあります。そして、国民健康保険ですね。いわゆる自営業の方とか、まあ、主婦の方とかですね。そういった方ですね。 あと、後期高齢者医療制度ですね。まあ、あの、高齢者。まあ、あの、後期の高齢者の方が入る制度。この3つですね。これ、基本なんでね、覚えておいてください。20番です。業務を原因とする怪我や病気の治療について、労災保険から行われる給付のことを何と言うでしょうか。療養保証給付と言います。21番です。 身体機能や運動機能の力学的な相互関係の総称を何と言うでしょうかボディメカニクスと言います。22番です。2001年に WHO が発表した生活機能、障害、健康の国際分類のことです。2001年に WHO の総会で ICIDH の最低版として発表されたのは何でしょうか ICF ですね、えー。国際生活機能分類と言います。これも重要ですね。23番です。演劇機能障害の原因を5つ答えましょう。はい、えー、唾液分泌量の減少と演劇反射の消失、規制保持不良、注意力の低下、認知機能の低下などですね。これが演劇機能障害の原因となります。 24万です。介護保険法におけるサービスで、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設を何というでしょうか介護老人保健施設ですね。25番です。介護保険制度に基づき、介護や支援を必要とする人が、自立した生活を送れるようサポートする専門職で、要介護者やその家族からの相談や苦情に対応し、 ケアプラン、個別支援計画を作成するものは何でしょうか介護支援専門員ですね。ケアマネージャーと言います。26番です。2008年、平成20年、老人保健法から名称が変更した法律で、40歳以上75歳以下の年齢に達する加入者にメタボリックシンドロームに着目した特定健康審査及び 特定保険指導を行うことが規定されている法律は何でしょうか高齢者医療確保法と言います。27番です。体のバランスが崩れたときに反射的に体を持ち直すことができない障害は何というでしょうか姿勢反射障害と言います。28番です。 各事業所で利用者一人一人に作成される計画のことです。訪問介護計画、通所介護計画、看護計画などのことを何というでしょうか個別援助計画と言います。29番です。深刻な医療費の増加を背景に、75歳以上の高齢者だけを対象として独立させ、医療給付を集中管理する目的で、 発足した制度は何でしょうか後期高齢者医療制度ですね。30番です。ケアマネージャーのスキルアップを目指すための専門的な研修で、地域課題の発見と解決、ケアマネーの指導、育成などをできるようになります。えー、ケアマネの経験が5年以上を有するものが受けられる研修は何でしょうか 主任介護支援専門員研修と言います。31番です。警備、警官栄養に適した姿勢で安在のことを何と言うでしょうか二つです。一つがファーラーイですね。これ上半身を45度起こした姿勢ですね。まああのベッドにこう寝た状態で上半身を45度起こした姿勢。ファーライですね。それとですね。 えー、セミファーラーイと言いますが、この上半身を15度から30度起こした姿勢のことを言います。32番です。2005年、平成17年、コ齢者ーションの権利擁護を目的とした何という法律が成立したでしょうか障害者虐待防止法となります。33番です。経験則でありがちなことを基準にして、 これから起こることの確率を判断する思考法を何と言いますかすいません。この確率がね、違いますね。このパーセンテージのことですが、この確率ではないですね。えー、パーセンテージのことを判断する思考法を何と言うでしょうかはい、えー代表的ヒューリスティックと言います。30番です。政府と自治体が社会保障その他の公共政策によって 国民の最低限度の生活を保障することです。イギリスのウェブ負債によって提唱された考え方は何でしょうかナショナルミニマムと言います。35番です。身体または精神に重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人のために支給される国の制度は何でしょうか 特別障害者手当と言います。36番です。支援者が利用者と個別に関わるときに身につけておくべき必須の技術、態度の原則を何と言うでしょうか。バイスティックの7原則ですね。これも基本なんでね、えー、押さえておいてくださいね。37番です。人間は失敗を起こすということを前提に起こりうる。 事故を予測して事故を防止する。事故が起きた時には被害を最小限にする。起きた事故を分析し再発を防止するという問題解決のプロセスのことを何と言うでしょうか。リスクマネジメントと言います。38番です。私たちの体を病気から守るための免疫システムがうまく働かなくなる状態で、えー、先天的なもの、 方程的なものがあります。高齢者や慢性疾患を持つ方、HIV に感染している方などがなりやすい疾患を何と言うでしょうか免疫機能障害と言います。39番です。先天性代謝異常などの疾患や、その疑いを早期に発見することを目的とした検査のことを何と言うでしょうか新生児、スクリーニング、 と言います40番です。市町村の住民が安心して暮らせる地域社会を作るための重要な計画のことです。介護サービスの種類と量やサービスの提供体制等が記載され、介護サービスをスムーズに提供するための事前の計画のことを何と言うでしょうか。市町村介護保険事業計画と言います。41番です。 老年期でも主観的な幸福感を感じて過ごしている老化に適応した姿のことです。長寿であることのみでなく、生活の質、QOL、社会貢献などが構成要素と言われるものは何でしょうかサクセスフルエイジングと言います。42番です。高齢者向け住宅施設で、高齢者住まい法で定められており、 対象は60歳以上のものです。要介護、要支援認定を受けている60歳未満のものでも、まあ、利用できる。別は何でしょうかサービス付き高齢者向け住宅ですね。これ高齢者住まい法というのが根拠法というのが、まあ、ポイントになりますね。43番です。食べ物が食道ではなく軌道に入り、肺に達することで起こる肺炎で、高齢者に多い疾患は何でしょうか 誤炎性肺炎と言います。44番です。発達障害の分類で自閉症スペクトラム障害とその他の障害に分けられますが、えー、その他の障害は出現頻度が非常に低いため、自閉症スペクトラム障害と同義なものを何と言うでしょうか。広範性発達障害と言います。45番です。 脳卒中などの病気や交通事故などで脳の一部が障害を受けた結果、思考、記憶、行為、言語などの脳機能の一部に障害が起きたものを何と言うでしょうか当時、脳機能障害と言います。46番です。標準予防策とも訳され、すべての患者の血液、体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜などは、 感染する危険性があるものとして対応する予防策を何と言うでしょうかスタンダードプリコーションと言います。47番です。障害者総合支援法のサービスで、訓練等給付に位置づけられます。共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うものは何でしょうか 共同生活援助ですね。グループホームと言います。48番です。歩き始めは問題ないが、歩行を続けていると足や腰に痛みや痺れが生じます。前かがみになって少し休むとまた歩けるようになるといったことを何と言うでしょうか。判決破行と言います。49番です。 障害者と障害のないものとを分離するのではなく、統合を目指した理念のことです。普通学級に障害児を受け入れ、一定教科を一緒に勉強する統合教育などのことを何と言うでしょうか。インテグレーションと言います。ご冗談です。権利用語のことを言います。 えー、自分の権利を表現することが困難な人の代わりに代理人となって権利を主張することを何と言うでしょうか。アドボカシーと言います。えー、最後、51番です。自分自身で考え行動し、そして成長していくための力を与えることを目指す考え方で、利用者が持っている力に視点を定め、その力を引き出して積極的に活用し、援助することを 何というでしょうか。エンパワーメントアプローチと言います。はい、えー、今回ですね、愛国試験対策として試験に出る重要国51という内容で動画を作っています。えー、試験に出る最重要国のみを、えー、51個。 集めました。まあ、あえてですね、えー、50個プラス1ということでね、1個、あの、余分にしていますけれども、えー、試験直前までですね、えー、非常に役に立つと思います。かなり重要、もう最重要ごくのみをですね、えー、厳選して集めていますのでね、えー、何度も何度も繰り返しですね、聞いてね、あの、もう本当に BGM として、まあ、聞き流していいのでね、えー、覚えてください。はい、えー、聞き流しながら聞きで OK ですのでね、何度も何度も聞いて覚えてください。 生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、えー、コツコツやること聞くことでね、必ず海国試験はねですね、突破できますのでね、えー、試験に備えて頑張ってください。はい、えー、開国試験対策動画、まだまだ上げていきますのでよろしくお願いします。以上です。